さて本日はフォールガイズを遊んでいくぞ。突然も突然ですね。フォールガイズといえば最大60人で遊べてミニゲームを勝ち残っていく新しいタイプのバトロワで、最近無料になって熱いと言われているあのフォールガイズ。ステマオッズ案件だと勘違いされちゃうでしょ。でもなんでまた急にフォールガイズを。ラスコーリニコフは苦悩したから。めちゃくちゃ意味不明かつ文学的な返ししてこないでください。まあ霊夢も言ってたけど無料になってたしやろかなと。まあ始めるのにお金がかからないのは魅力よね。あーだけどこのスキンは課金スキンです。1秒で矛盾。ということでまず1戦目はツンドラダッシュですね。レース形式のバトルだな。知らない人のために説明しておくと、まあとにかく早くゴールした人から通過する感じだ。今回はスクワット、詰まるところ4人の協力プレイだから足は引っ張らないようにね。ちなみにメンバーはグサオ、レイマリ、八幡宮の3人です。全員私より下手なのでキャリーしてやろうと思う。どこから出てくるんだその実力に不釣り合いな自信は。まここのステージはとりあえず1位通過だな。1位通過ですね。でかい口を叩く初心者2人組来た。まあその1コース目はトップ10に入ればいいんだけどね。スクワット全員のゴール順による合計スコアでチームの順位が決まります。初めは15チームなのでここで3分の1が消えることになるな。まあとはいえ私たちが1レース目で脱落するなどありえません。そりゃ1レース目で脱落してたらこの試合動画になってないからね。いつもよりもさらにめたいですねレイムさん。おいじゃまだどけお前ら、我先にと行こうとするな譲れ。おっとこれはすごい。人間の内に宿る醜さを象徴するかのような光景が繰り広げられています。世界よ、これが人間だ。地獄みたいな光景に地獄みたいな実況するな。ソロならここで足の引っ張り合いをしてもいいんだけどな。スクワットでナメプしてると普通に初手落ちあるから、足の引っ張り合いゲーミングはいずれ上げるソロ試合に期待しておいてくれ。まるで視聴者の方々が足の引っ張り合いを期待しているかのような言い方。まあそもこの動画が好評じゃなかったらパートにあげないんだけどね。ということで高評価とコメント皆さんよろしく。未来の動画を人質にしてこじきするな。ところでさっきから絶妙に下手じゃないですか。このコースは初見だから仕方ないの。そこは横から通るのが無難ですよ。グサオさんがアドバイスくれてるわよ。その隙に落ちていく八幡宮さんとレイマリさん。いやそれだと負けた気がする。私は意地でも真ん中を通ってここを突破するぞ。まあなんでもいいけどグサオさんもゴールしましたよ。人には人のペースがある。大事なのは一番でゴールすることじゃない。初定1位宣言してたやつがなんか言ってるわね。この戦いはチーム戦。チームで1位を取れなかったのならそれはチーム一人一人に責任がある。まさにその通り。小判ザメメントモリ、一人のミスはみんなのミス。それを罵倒するのではなくみんなで支え合う。そんなチームを作っていきたいよな。すみません自分とレイマリさん今沼ってます。ふざけんな、負けたら責任取れよな。宿ってる人格一つじゃないよな。まあ通過はできたからオーケー。時間帯も時間帯なので他プレイヤーも上手ですね。負けたプレイヤーはこのように地下労働施設に送られます。闇のゲームじゃん。っていうかなんかスキン統一してるモサたちいません。上書きじゃんこは。まあでもこういう奴らが強いとは限らんからな。とはいえ気合が入ってるのは間違いないですよ。関係ない。フォールガイズとは他者との蹴落とし合いではない、己との戦いなのです。なんか変なスイッチ入ってるわね。このゲームに限っては蹴落とし合いで間違いないぞ。今回もレース方式のステージね。トップ8が通過なので3チームが脱落することになります。もうさっきの順位でトップ9以下は落としとこうぜ。そっちの方が合理的だろ。その理論でいくと初定位のチームが勝ちでいいことになっちゃいますよ。はい論破。バーカバーカ。敗北後のムーブが小学生。ここ初手妨害されない前逃げが最強なんだが、最初の保持的に厳しかったので後ろからついていくぞ。ここってやっぱ下より上のが早いの。調べたわけじゃないですが、なんとなく上の方が早そうですよね。まあ知らんけど上だと下地も見下せるから、たまには下もいいもんだよな。もう口は滑り切ってるぞ。ツイッターにノーミスで駆け抜けるクリップ上げてませんでした。クリップってうまくいったからクリップなんだよ。開き直らないでください。まあ下に落ちたとはいえゴール目前だから実質ノーミス。現在進行形でミスが増えつつあるけど、まあこれをミスとするか否かは人によって意見が分かれそうだよね。満場一致でミスです。あどうも。これはご丁寧にどうも。当然と言わんばかりに空から降ってくるじゃん。まあでも先にゴールしたのは私な。仲間相手にマウントを取ることだけは欠かさない。最終的に2位通過だったぜ。1位はおそらくあのスキン統一集団でしょうね。でも得点差はなんと1ポイントだけでした。ってことはまだ全然私たちでも勝てそうだな。勝てる勝てる、あいつら気合だけですね。これで脱落してたら面白いけどさすがにないかな。ま、分かっちゃいたけどやっぱりこいつらは残ってるな。上の集団に対する私たちの統一感のなさやばいですね。個性があるといえ個性が。次のステージはパーフェクトマッチと。ここは覚えゲーのステージですね。スクリーンに表示される果物と同じタイル以外消えちゃうので、しっかりタイルの果物を覚えておかなければいけません。まあ言うてこんなん余裕よ。フラグ製造機来た。これ確か真ん中のクルクルしてるの乗れますよね。乗れるはずだけど、それより端っこアンチだよ。私たちも消える時以外は端っこで待機していましょう。乗った乗った。そこでも危ないから気をつけてね。レイマリさんが横着してますね。あったべ。どうしたのよ。いやレイマリさん見ててタイルの果物覚えるの忘れてた。覚えゲーなのに覚えるの忘れるって何事ですか。終わり。まずい覚えるの忘れてた。レイマリさんもやらかしててくさ。まあ人たくさんいるからここでいいだろ。ぐわー。すみません。おいおい、こんなん初手で失敗とか幼稚園児か。あんたも一歩間違えばそうなってたわけだけどね。自分のミスだけはしっかり棚に上げていきます。結果が全てだよ。二人は死んで私と八幡宮さんは残った。あんた次はしっかり覚えてるんでしょうね。当然だぜ。同じミスを繰り返す私ではない。スイカバナナミカンリンゴ、スイカバナナミカンリンゴ。今回は大丈夫そうですね。おら、残るタイルはリンゴ。はい、余裕です余裕。で、おい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 、あ、その後八幡宮さんがソロで耐久してギリ滑り込みました。危なかったぜ。ボンが強いわ。八幡宮最強、八幡宮最強。でもこれでクリアってみんな相当これ嫌いなのね。まあもう深夜3時ですから記憶系は頭に入らないのでは。
そして次はバブルトラブルだな。出てくる泡を割って一定数ポイントを集めたらクリアの競技ね。これ全部の場所に一気に出てくるわけじゃないから、必然的に取り合いになる仕様なんですよね。平等に分配すればみんな幸せなのにな。なぜ争わせようとする？平等に分配してたらゲーム成り立たないだろ。本気で思い当たってなかったみたいな顔やめろ。なんか特に見どころもなく普通に2位抜けしたからカット。いやーバブルトラブルは強敵でしたね。その横で粛々とスキン統一もさたちは残り続けてるわね。さっきから毎回取れても2位なんだよな。絶対こいつらが1位独占してるよなこれ。まあ最後だけ勝てばそれで優勝ですからね。最終的な結果のみを冷酷に評価する現代社会の暗流。闇深ゲームにしようとするのやめろ。吹き荒れる猛吹雪、円形のコロシアムで戦士たちの戦いが今始まろうとしています。まるで実況みたいな入りだな。仮にも実況なんだよこの動画は。とにかく起きたら負けのサバイバルステージです。外側の足場は壊れるので雪玉を避けつつ生存しましょう。雪玉合計2つ出てくるんですけど、雪玉同士がぶつかって軌道が変わるので気をつけてください。さっきからグサオさんが初めに全部説明してくれるチュートリアル NPC みたいになってるわね。私たち初めに出てくる説明何も読んでないからな。よめ、実際グサオさん以外このコース初見ですしね。もうグサオさん自身がフォールガイと言っても過言じゃない。過言以前に意味不明。正直困難を知るとかあるの？簡単すぎないか？フラグを丁寧に積み立てていきます。いやまあ実際これはわりかし簡単な部類には入るでしょうけどね。余裕余裕。あー一瞬で余裕奪われててくさ。もはやお家芸みたいなとこある。まあ結局死んでないから勝ち。大工が使うのはトン勝ち。戦いの後に止め合うお互いの勝ち。いやクソみたいな縁踏むのやめてくれ。まあもうこれは全然通過余裕だな。であれ八幡宮さん死にました。やばいこれ他スクワットにも減ってもらわなきゃ勝てないぞ。そろそろ視聴者の皆さんも残り尺何するんだろってそわそわしてる頃ですよ。敗北を確信するの早すぎるだろ。いやでも今結構キルログ流れてるぞ。他2つのスクワットが2人以上落ちればワンチャン。お、スクワット順にとりあえず3位に上がりましたよ。え、これもしかしてまだワンチャンスあります？やばいまた上がった。今2位です。今2位。おお、なんか知らんけどまだ勝てそう。もうあとは粘れば勝ち。粘って粘ってこっから負けたら八幡宮さんが戦犯になっちまう。あ、それはそれでありだった気がする。最悪のセリフとともに決着。最終順位1位でくさ。もうこれで勝ちでよくないですか？あんたにコース始めのセリフがブーメラン刺さってるわよ。何はともあれなんとか勝ち残れてよかったぜ。多分最後戦うチームは例のスキン統一モサチームなんでしょうね。背後想像の通り。何回見ても怖い。うわやっぱ残ってるのあいつらだ。ここまで残ってきているということは気合だけじゃないな。間違いなく本物の猛者たちです。次で絶対勝ちましょう。最後の勝負はバッドラックと。簡単に言うと鬼ごっこですね。お互いのチームに初め一人を磨いて、残りの3人は逃げる。捕まえられた人も鬼になっていき、最後まで逃げる人が残っていたチームの勝利です。まあ要するに初め鬼ならとにかく敵チームを捕まえる。逃げる側なら最後まで逃げ切る。シンプルに言うとこんだけね。私たちは初め逃げる側みたいだな。鬼ごっこのマリちゃんと呼ばれた私の実力を見せてやろう。絶妙にダサい。コースの特性でこんな微妙な色になって。もともと美味しそうなサーモン巻きだったのに。さて始まったな。グサオさんが追いかける側、他3人が逃げる側でのスタートね。後半になればなるほど鬼が増えるから荒れそうだな。何にせよ捕まるのは遅ければ遅い方がいいです。こんな感じの煙がついてる人が鬼だぜ。逆に何もついてない人に捕まれても大丈夫なので鬼だけしっかり気をつけておきましょう。とりあえず敵チームの鬼は今真ん中あたりだな。まだこっち側は安全そうなので待機してましょう。なんだかまだ全然平和ですね。気を緩めたやつから死んでいく。ここはそういう戦場だぞ。ちげえよ。後半になればここも修羅場とかすでしょうから、今のうちは束の間の平穏を享受しておきましょう。鬼そっち側行ってるよ。オッケー逃げる。保身のために動くスピードだけ早すぎだろ。初め鬼は一人ですから逃げるのは比較的簡単です。あれでもこれ相手の鬼私を狙ってきてるみたいだな。無駄な努力ご苦労様。あいつの通る道に唾吐いとこうぜ。逆によくそこまで対戦相手をけなすことができるな。ターゲット変わらず私たちを追ってきていますね。あいつ絶対私の配達場踏んで怒ってるんだよ。まあでもいくら追いかけようが無駄だけどね。このフィールドの鬼ごっこは駆け引きですからね。性格の悪いマリサさんならこの勝負はなかなか強いですよ。えへへへ。褒めてないです。一人捕まえたよ。ナイスです。鬼一人増えたから注意してね。幸先いいスタートだな。あいつこっち狙ってるな。だけどここに登ってくるまでは降りる必要はない。おっと登ってきましたよ。よしじゃあここですれ違い通信。性格の悪さが逃げ方に現れています。小さい頃はスラム育ち。悪い奴はみんな友達。借りたものは私のもの。死ぬまで借りるぜが決めセリフの切り裂めマリサ選手です。工場さすがに地獄すぎだろ。あ、そういえば自分捕まっちゃってます。ここで残存人数2人に持ち直されたわね。まあ言うてもここまではできレースみたいなもんだ。真の勝負はここから。向こうでレイマリさんがターゲットになってますね。まあじゃあ私は当分余裕で待機できそうだな。うわめっちゃ追いかけられてる。頑張れ。捕まったらちゃんと責任を問うからな。慰めなど存在しなかった。ねね村はアットホームの対局に存在しています。はいはいはい、ここで急転換。いえ余裕余裕。あの調子なら私たちは何もしなくても良さそうですね。あったべ。レイマリー。フラグ回収のマリちゃんに負けないレベルのフラグ回収でしたね。鬼ごっこのマリちゃんな。私たちのチームはとねねさんだけです。何としても耐えてください。あはいはい、まあ余裕だから任せとけ。一人捕まえたので相手チームも残り一人です。オッケーオッケー。ああここはマジでまずい。ジョーママジで。おい何が起きてんだこれ。はい罪戦犯確定演出。いや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 死にたくない。一体お前らマジでやめろ。はいここジャンプで乗り越え。急に冷静なカウンター決めるな。はい窮地突破。私の勝ち。数秒前まで命乞いしてた方と同じ人ですか。君ら早いとこラスト一人捕まえてくれよな。いやまあ私はまだまだ余裕だけど、ここからあと1時間くらいは粘れるけど。1時間続くとか大怪獣沼バトル
かよ。あとはここの回転で読み合いセースだけ。お前危ないって近づくなボケ。光源が反射的に出てくるのまずいですって。ちょマジでそろそろどうにか捕まえてくれ。耐えろ、耐えるんだメメさん。てか状況が押しすぎだろ。私追いかけてんのか追いかけられてんのかどっち。落ち着け。やばい敵チームの人進路方向に先回りしてますよ。無駄な知恵つけんな。一生ただただ後ろから盲目に追いかけ続けてくれ。ゾンビかな。まあこの手の駆け引きで私に勝とうなんて無謀だぜ。スラム街で追いかけ回された経験が生きてますね。私の幼少期を捏造するな。いやこれラストの人マジで全然捕まらない。メメさんもうちょっとだけどうにか逃げててください。やべ後ろのやつ近い近い。はいさよなら。この回転台だけが私の心を癒してくれる。私たち二人も癒しでしょ。癒しの対局の存在だわ。お相手のラストサバイバーも猛者中の猛者が残ってるようですね。ミスした方が負けるゲーミングね。こういう圧力かかってる時こそ私が一番強い場面。マリサさんメンタルだけは無駄に強いですからね。まあ負けたら他の人が悪いと思ってるからな。先端探しと責任転嫁の鬼っていうかマジで捕まる気がしなくなってきたな。動画の尺的にそろそろ捕まるか捕まえるかしてほしいですけどね。安定してきた途端メタなセリフが飛び出す実況。捕まえました。はいということで安定の勝利ですと。ラストはリアルでもめちゃ絶叫しててやばかったですね。ご近所迷惑定期功労だったらまた続編どんどん出していこうと思うので、功労かコメントチャンネル登録、ファンレターの送付に周りの人たちへの不況、他動画の全再生に SNS でのステマもよろしく。いやおいおい。それでは今回はここまで。ここまで見てくれてありがとね。私は編集終わったんでラーメン食べに行ってきます。それではさらば。